えー、山口敏太郎です。明日から、えー、週末、えー、3連戦であの地方に行ってきます。えー、明日はですね、福島に行きまして、それで、まあ、水木乃愛さんの,あの単独公演を、えー、発見します。で、福島の町おこしの人たちともお会いできればなと思っております <coughs>。その後、そのまま、えー、翌日はですね、大阪に移動してます。 大阪に移動しまして、えー、付けの収録になりますね。で、くぎけの収録の前に、一本コメントを取りたいという、えー、曲がありますので、大阪でもう一曲、読売テレビさん以外のコメント取りがひょっとしたら入るかもしれないというので、今、マネージャーがあの調整中ですけども、ちょっと一言コメントというのが来ておりますね。コメント取りが入るかもしれません。まだ未確定ですね。 でその後はですね、またこの日曜日、岐阜の柳ヶ瀬のお化け屋敷、2年ぶりに復活する、そのお化け屋敷のくっ女コンテストに立ち会います。えー、3日間でですね、金土日で福島県、えー、大阪府、そして岐阜県というふうに移動することになります。ちょっとハードなサーキットですが、えー、行ってきますのでよろしくお願いします。えー、福島県、水木の朝さんのライブの時僕、ウロールしてます。 えー、もし見かけたら気楽に声をかけてください。よろしくお願いします。えーまあ、大阪はちょっと両方ともテレビ局の打ち合せと撮影なんで、まあ、一般の方とお会いすることはできないと思うんですが、えー、日曜日の、えー、柳瀬のお化け屋敷で、くつた女オーディションをやります。これ、あのただ単に覗きに来るだけでも結構です。 オーディションに参加しない人を覗きに来るだけだったら大歓迎なんで皆さん遊びに来てください、えーで。当然記念撮影とかサインもやりますので、えー、気楽によろしくお願いいたします。という3日間、えー、福島県の人、大阪府の方、えー、岐阜の皆さん、えー、お会いしましょう。山口敏太郎、週末の、えー、サーキットでした。